私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。楽しい時間はあっという間。新 BS 日本の歌、in 熊谷での SP ステージではただただ涙が溢れ、明治座さんの魔界転生の舞台では、清のずんどこぶしが、そして私、開演前に意中の、すごいよ、33倍、とおっしゃったのは、なんと熊谷市長の富岡清さん。昨日、熊谷文化創造館桜メイト、太陽のホールで開催された、新 BS 日本の歌の公開収録に先立ってのご挨拶の中で、そんな風におっしゃったのです。なんて気さくな市長さん。ホールはすっかり打ち解けたムードになりました。それでは、以下は会場の画像などを織り込みながら、番組の内容に触れるものになりますこと、ご了解くださいませから。応募総数 12,144 通だったそうで約1000席のホールでしたので競争率は33倍ということでした。先日の歌コンに当たりませんでしたが、こちらは20枚ほど応募して当選することができたのです。市長さんに続いて埼玉放送局長さんのご挨拶が終わると小松博史アナウンサーが登場。先ほどまでリハーサルをしていました。と、その後、ちょっと小声で、氷川さんも、から、とおっしゃったので、もうドキドキ、次の言葉を待ったのです。福田さんももうすごいんです。気合入っていますよから、と、すでに拍手の練習は舞台監督さんと済ませて花丸 OK をいただいていたので、33倍の競争率を勝ち抜いた選ばれし皆様の掛け声を届けましょう。オープニングとエンディングで小松さんが新 BS とおっしゃったら日本の歌と右拳を上げて掛け声をかける練習をしたのです。もうから皆の息も声もぴったりでした。そこで本番よろしくお願いします。と小松さんがおっしゃると客席の照明が消えて客席側にいらした小松さんにスポットが当たり鈍調が開いたのです。出演者が勢揃いされ、そのセンターにいらしたのは、清さんでした。お召しになっていたのは赤いサテンのスーツ。襟はラウンドカラーでエントリーがあり、シャツも、ショータイも、ベストも赤。靴は、黒のエナメルでした。小松さんが、この日のスペシャルステージを、清さんと福田光平さんが務められることをおっしゃると、ホールを揺るがすほどの大歓声。スペシャルステージを期待してはいましたが、そのことが分かったあの瞬間の嬉しさって、本当に格別ですね。まずは、古今東西名曲特選ということで、オープニングは、清さんはその曲のために赤をお召しになってくださっていたのでしょうね。歌ってくださったその曲は、清のずんどこぶしでした。この日の出演者は、清さん、福田さんの他は、川野夏美さん、黒川誠一郎さん、匠亮さん、竹村小杖さん、中条清さん、服部博子さん、牧村美恵子さん、森好美さん、山口博美さん。司会のお手伝いは川野さんでした。古今東西名曲特選、新曲紹介のコーナーと皆さんの熱唱が続いていったのです。地元の高校生の皆さんが合唱で参加してくださり、その歌声も素敵でした。合唱大会で活躍されている熊谷女子高校音楽部の皆さんに、男子校の熊谷高校音楽部が加わっての混声、合唱。地元では、それぞれ熊女音楽部、熊高音楽部で通っているそうです。いよいよスペシャルステージとなりました。うわ、清さん。黒地の、ひながし姿じゃございませんか。素敵すぎる佇まいに、一気に体温が上昇してのぼせてしまった私でした。ステージのセンター階段の中段に、上手側に黒地に緑の枝葉が描かれ、葉先がわずかに紅葉しているという生きながら、そのもみじの色に呼応するかのように帯は赤でした。以前コンサートでお召しになっていたことがありましたが、その時より一層お似合いで素敵な着こなしに思えたのです。下手側には福田さん。白地に地紋が織り込まれた着物をお召しになっていて、小松さんが、氷川さんといえば演歌界の
プリンス福田さんといえばお年寄りがその歌を聴くと元気になると言われています。川野さんはお二人にどんな共通点があると思いますか？都市会のお手伝いをしてくださっていた川野さんにお尋ねになると、圧倒的な声量です。同じ歌い手の立場からも素晴らしいと思います。とのお答えでした。清さんと福田さんは会談の中段で向かい合ってどちらからともなくお辞儀をされ、さらに固い握手を交わされると階段を降りてステージセンターで揃ってお辞儀をされたのです。今回のスペシャルステージはいくつかのお題が用意され、それに沿って様々な楽曲を歌ってくださるというまさにスペシャルな展開でした。最初のお題は声量。小松さんが声量と書かれたボードを掲げられました。スペシャルステージのオープニングは、北島三郎さんの、北の漁場、でした。それぞれのソロパートがあり、あとはお二人で声を合わせて歌われて、その声のパワーと厚みが迫ってきて、圧倒されたのです。二つ目のお題は、語り物でした。福田さんが、オートネ、無情。おろおろと歌われると、福田さんのファンの方の公平コールがかかって、福田さんを励まそうというファンの方たちの思いを感じて、なんだか涙が出そうになりました。さあ、そして、清さんは語り物に何を歌ってくださるのかしら？と、私、ワクワクドキドキしていたのです。そうしたらから、バンバの中太郎、と、それも、フルコーラス。マイクを左手に持たれ、黒の草履に白い足袋を履かれたその左足の先と右手でリズムを取られ歌い出されたのです。セリフも決まって渾身の歌唱。舞台の天井から雪がハラハラと降ってきて、ピリオド。物語のシーンが浮かぶほどに鮮やかな歌唱とセリフだったのです。ですが、ピリオド。フルコーラスということもあってのアクシデントといえばお分かりですね。で、再トライしてくださることに、小松さんが、こんなところにイヤリングが落ちていたので、仕方ないですねと、下手で何かを拾われる仕草をされて、フォローしてくださったのです。しょう。でも、そこは、我らが氷川清さんです。家2番の歌詞を間違えました。申し訳ありません。と客席に向かってお詫びされ、さらに、楽団の皆さん、スタッフの皆さんにも申し訳ありませんとお詫びされると、はからもう一回歌うのか、あ、とマイクを通してはいますが、独り言のようにおっしゃると、頑張ります。とガッツポーズをされました。確かに、2番のほんの一部分の歌詞のことを除けば、まさに魂を込めた渾身の歌唱だったのですものね。でも、清さんって、すごい。本当にすごい方。再トライされると、さらに深い深い中太郎の思いが伝わってくる歌唱とセリフになったのです。雪も一層美しく降りかかり、清さんを包み込むように舞ったのでした。ここで福田さんがブルーのスーツにお召し替えされて登場されると、小松さんが語り物について、主人公でもありストーリーテラーでもあり二重人格のようです。と二人の歌唱とセリフを絶賛されたのです。さあ、そして次のお題は変化球でした。ボードの文字をご覧になった福田さんが、変な歌のカバーですか？とおっしゃったので場内大爆笑でした。小松さんが、これまでの歌が直球真っ向勝負でしたから初めてだったり意外な曲を歌っていただくという意味です。と補足されました。まずは福田さんが森進一さんの北の蛍を歌ってくださることになりました。初めて歌うので緊張されるとおっしゃる福田さんに、清さんは特徴ありますからね、からというようなことをおっしゃると封印していたはずのモノマネがちょっぴり噴出、ショー。もうから、清さん好きなんだから、清さんの森さんの真似にハードル高くしないでくださいよ、から。と福田さんはおっしゃっていたでしょうか。そして、氷川さんはどの曲を？と小松さんがお尋ねになると、自分は拾った三重子さんの人形の家を歌います。衣装もガラッと変えて、とお答えになりました。ここで少々二人で衣装、制服、談義がありました、少。
福田さんが北のホタルを福田説で聞かせてくださり、こんな歌い方や世界観があるのだなぁと感じ入ったのです。清さんは白と黒のツートンカラーの衣装で登場されると、人形の家をドラマティックに歌われ、私はやっぱりこの日も主人公の心の痛みを感じて涙が滲んだのです。さあ、四つ目のお題は何でしょう？なんと、ハモルでした。そのお題に、やばいですね、から、と思わずおっしゃったのは、福田さんでした。普段から、トークが東北弁でハモっているようなものというのがその理由だそうですが、黙っていて氷川さんに失礼にならないかなって、すみません。と福田さん。お二人ともソロ歌手なので、ハモることがほとんどないということで、清さんは、すごく新鮮です。とおっしゃっていました。歌うパートについては、私が上のパートを歌わせていただきます。背が低い私高いパートです。と福田さん。清さんは、僕が下のパートをええとあれして、と前置きされ、歌ってくださったのは、アリスの冬の稲妻でした。気持ち良さそうな清さんと福田さんにすっかり引き込まれて、もっと聞いていたいという思いになったのです。清さんも福田さんと一緒だと思う存分に声を出して歌唱できるので気持ち良いのでしょうね。歌い終わるとお二人はがっちりと握手を交わされ、小松さんが感激されたそのままに素晴らしいコンビを絶賛されたのです。続いては今年頑張っている曲の披露ということになりました。福田さんは天竜調子を、清さんは勝負の花道を歌ってくださったのですが、どちらもよいしょの掛け声が入ることと、作曲が四方昭人先生という共通点があることが紹介されました。福田さんが、氷川さんの歌唱の時はそれで、よいしょ、と言わせていただきます。とおっしゃると、僕もそれで、よいしょ、とやらせていただきます。と清さん、天竜調子から天竜川話題になったのですが、すっかり、瞑想、ショー、すっかり打ち解けて、自然体のお二人に、客席も和気あいあい、双方のファンのおよっしゃから、という感じで、まずは福田さんの、天竜調子に聞き入り、掛け声をかけさせていただきました。清さんが、勝負の花道を、颯爽と歌ってくださると、いよいよ最後の曲になりました。小松さんが、楽しい時間はあっという間ですねから、ここまで8曲歌ってくださってきました。いよいよ次が最後の曲です。とおっしゃると、8曲ですか？まだ2曲ぐらい投げがします。と清さん、本当に楽しい時間はあっという間ですね。最後の1曲として、お二人が歌ってくださったのは、美空ひばりさんの歌は我が命でした。清さんの歌声が響いて、ピリオド。そこに福田さんのお声が重なって、また清さん、そして福田さんとソロパートが続いて、また重なって、歌手氷川清、そして歌手福田光平。二人の歌への愛、そして歌を歌い続けていく歌手としての覚悟、生き様を感じて、涙が溢れて止められませんでした。この歌は、清さんが以前、クリスマスディナーショーで歌ってくださったことがありました。あの時も、あまりの歌唱の素晴らしさと、清さんの思いをその歌声から感じて、号泣したのです。素晴らしい、本当に素晴らしい。氷川清という歌手に出会えた幸せを噛みしめていました。そして、そんな清さんと渡り合われた福田光平さんにも、心から敬意を抱いたのです。終演後は、共演者の皆さんがお一人ずつ感想をお話しされましたが、清さんと福田さんの歌唱を楽しまれていたことが伝わってきました。牧村さんは、こんにちは、本当に良かったです。なぜだか本当に良かったって思って、と本音発言。3年半ぶりの新曲、歌一輪をこの披露してくださいましたが、三河健一さんと同期でとても親しくされているとのことで、楽屋で清さんと三河さんの話題をされたことをお話しくださっていました。また中条清さんは舞台袖で清のずんだ拳を一緒に歌ってくださっていたそうで、
清さんと共演の時は、清コールにドキッとされることをお話しされていました。そして、清さんの前髪をさりげなく整えてくださって、ピリオド。素敵な先輩ばかりですね。清さんと福田さんは、先輩方、ありがとうございます。そして、皆さんありがとうございます。と牧村さんはじめ先輩方、そして共演者の皆さんにもお礼をおっしゃったのです。明治座さんの魔界転生の舞台で今夜は、清のずんの拳が、そして私、開演前に中の、清さんは明日から福岡サンパレスで 2days 4公演ですね。今はすでに愛する福岡の地にいらっしゃるのでしょうか。明治座さんでの公演以後の初コンサート、スタートと同時に、ツアーファイナルまですでにカウントダウンにはいることになりますが、福岡の地でのコンサートから20周年に向かっての大きな第一歩を踏み出されるのだと受け止めています。参加される皆様、そして、ゆりかもめさん、ゆうさん、きよしさんと最高の時間をお過ごしくださいね。さて、は明治座さんへ魔界転生の舞台を見に行ってまいりました。思えば、清さんの1ヶ月座長公演の千秋楽以後、明治座さんへは初めての来場でしたが、エントランスの雰囲気もガラッと変わって、別世界。私は映画と舞台のライターをしていて、新人時代からこれまで20年以上にわたって、と改めて書いて、自分でもびっくり。取材原稿を書かせていただいてきているこの舞台の主演の方と書けばお分かりで、すねの舞台は必ず見ることにしています。必ず見るとなると、お友達を誘って日程を合わせる余裕もなくて、いつもほとんど一人で見ることになってしまうのですが、今回は清さんの公演の時に、お友達の王さんに、魔界転生の舞台を一緒に見ませんか?とお声をかけていただいて、当初は8日に見ることにしていたのですが、さらに T さんもご一緒ということでしたので、そうしたらさらに楽しそうとやりくりさせていただいたところ、日程を変更できたのです。エントランスの向かって左、花櫓側が入り口になっていて、もうそれだけで新鮮な驚きでした。というのは、清さんの公演の時は、これまでずっと右側、チケット売り場側、帰り口で、左側が出口となっていたからです。その時です。王さんが、あっつ、くまモンがいる。と気づかれました、き。もう、信じられません。だって、意中の方、くま、なんですもの。私、思わずくまモンに駆け寄って。ピリオド。スタッフの方も交えてあれこれを話して、それから握手をして、さらに、シャメするときに、ぎゅっと抱きしめていただいたのです。き。王さんが、くまモンとの2ショットを、シャメしてくださって、夢心地になったのです。以前、熊本にある八千代座公園を見に行ったとき、まだ生まれたてのくまモンを、地元のグズで見て、失礼ながら、北海道の熊が出るぞからのキャラクターみたいなんて思ったのが出会いでしたが、見るほどに可愛いと思うようになり、いつしかファンに。そして、着ぐるみができてからは、その動きの可愛らしさにますます惹かれて、ピリオド。いつか会いたいなぁと思っていたのですが、なかなかタイミングが合わずにいたのでした。魔界転生の舞台の一つが天草なので応援に来場されたということでした。もう素敵なサプライズでしたが、これも王さんが気づいてくださったおかげです。ちょうど登場されたところだったようで、くまモンがエントランスへと移動すると、あっという間に人だかりができてしまいました。すごいサプライズでも、この日サプライズはもう一つあったのです。き。そのサプライズとは、私と王さんと T さんにとってのと言い換えた方が良いかもしれません。というのは、劇中で、桜という馬がご機嫌斜めで、桜はこの歌を歌うと機嫌が治るぞからということで、皆が横並びになると、音符ズンズンズン、ズンドこと振り付きで歌われたのです。き。そして、桜、と掛け声をかけてリピートされたのですが、桜のご機嫌は治らなくて笑い、そこに、主演の野球十兵衛役の上川隆也さんが、
桜とつがいの春芽に乗って登場されるという展開でした。もう嬉しくって、そういえば脚本を書かれた牧野のぞみさんは、清さんが出演されたんっけ NHK の朝の連続テレビ小説満点を書かれた方だったなぁなんて、満点のことを思い出したしもしたのです。それにしても10日ほど前にすでに一度ご覧になっていた T さんは、なぜ開演前にお茶していた時におっしゃらなかったのかしらとふと思ったのです。でも終演後に T さんが驚いたわからとおっしゃっていて納得。何度かご覧になられた方に伺ったところによりますと、そのシーンはアドリブ的な要素を残しているところで、日によって歌うだけでなく、いろいろな方法で桜のご機嫌を取る演出になっているそうで、今夜は清のずんどこぶしをたまたま、いえ私たちが伺っていたので必然ですよねショーを歌うということになっつようでした。うわ嬉しい。1ヶ月前の清さんの勇姿を脳裏に蘇らせ、感動を思い返して胸を熱くさせることを抑えられない私たちには、最高の、最高のサプライズでした。前半は、天草島原の乱の風景が映像を交えて描かれ、ダイナミックでスリリング。容赦ないリアルな殺戮シーンには震え、息もつかせぬ盾の応酬にてに汗握りました。牧野さんが書かれた心の奥深くに染み込むセリフに涙し、上川さんのダイナミックさと同時に心の火玉でをも表現する演技に深い感動をいただきました。上川さんの演じた柳生十兵衛の生き様、魔性に心を奪われた天草四郎の魂に、己のすべてをさらけ出して真理を説かれた時には、心の底から泣きました。クライマックスに至るまで絶妙な緩急をつけた演技で観客を最後の最後まで引きつけていき、素晴らしいなぁと唸ったのです。そして清さんがテレビ番組などで何度もお世話になっている松平健さんの演技にも脱帽です。総勢40名の役者さんが熱演を繰り広げるこの舞台は、11月27日に明治座さんで千秋楽を迎えますが、こうして様々なアーティストの皆さんが明治座さんを守り、リレーのように次のアーティストの方にバトンを渡されていき、またいずれそのバトンが清さんにと想像して、ピリオド。感動で胸がいっぱいになりました。来月大阪の梅田芸術劇場で、先月福岡の博多座からスタートした公演の幕を下ろされます。ますますの感動を多くの方に届け続けててください。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。